こんばんは、アルカノピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、2018年12月25日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュース届いております。はい。今週はすべて芸能のゴシップです。さあ、それではいつも通り平子さんに聞いていただきましょう。はい、じゃあ、これ。真ん中行きました。芸能のゴシップ。北海道ラジオネーム、爆音焼肉。クリスタル K。待って、それがゴシップじゃないでしょ。まだ髪の毛ですから。クリスタル K。カレーが苦手であることを告白。意外だなぁ。あ、そうなんですか。カレー苦手な。なんだろう、辛いものなのかな、カレーそのものがダメなのかな。あ、そうかもね。ご飯と混ぜるものがダメとか、ね、あるかもしれない。そういうの別々では食べられるんですけどねっていう落とし方落ちてねえんだよ。おー、すごいね。ね、まさか嫌いだと思わないな。ねえ、めっちゃ好きそうだもんな。美味しいの作りそうだしね。クリスタル作りそうね。ロケ弁なんかでもね、カレーなんか出がちだから、グリーンカレーだったらみたいなこと言い出したら、ほんとこいつ芝こう俺。クリスタル。おっしゃってないからね、ケイさんはね。じゃあもう一通芸能のゴシップいきますか。うん、ラジオネーム、うすしお。ハリー杉山。テレビ番組でメガ盛りに挑戦するも、8割以上残して終了し、批判が殺到。そんな食べれるイメージないからね。そうね。無理やりオファーちょっと受けちゃったんだな、もしかしたら。ちゃんとでも謝りそう。そうだ、スタッフがとかじゃないね。うん、自分が歩いて本当に言いそうだね、ちゃんと。次は大盛りぐらいで挑戦させてください、みたいな。いいそう。ちゃんとしてそうだからね。いいそう。偉いね。偉い。ハリーさん。本当偉いわ。ね。やってねえんだけどね。アルコ&ピース DC ガレージ。改めまして、こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、毎週火曜日のこの時間は我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。メリークリスマス。そっか、クリスマスです。そうだ、25日ですから。ジングルオーザウェイだ。ジングルオーザウェイ、クリスマスです。どうですか、リスナーはどんなクリスマスをお過ごしでしょうかって感じですけどね。ねえ、今頃どうですか、パーティーの片付けとかしてんのかな。一人チキンの骨つけて。プレモル余ってるけど誰か持って帰るみたいな。あるある。ああ、いっぱい買っちゃうからね。いっぱい買っちゃう、束で買っちゃうから。あれちょうどなくなったことってないもんね。ない、ちょうどなくなることないからな、あれ。だから結局さ、そういうお酒とかみんなで割り勘したりするじゃん、うん、だから家主の一人勝ちね。ああそうね。ああそう、総取り。そう、親の総取り。本当親の総取りだからな。ああ、でもこれも親がさ、うん、親って親じゃねえや。家の人がさ、余ってるけど持って帰るって、持って帰んない想定でも言ってるからね。そうだね。一応ね、礼儀として言ってるだけ。そうなんだよね。そう。たまるからな。ポテチとかもね。そう。で、お菓子もあんまりし。シャンパン誰か持ってくるけど、家にもともとあったやつ先に開けるから。そうなんだよね。箱のまま残んだよね。そう。そうだよ、ね、あれ残るよな、本当に。箱のままずーっともう角に置いたんだよね。そうなんだよね。2年ぐらい置いてあるからね。置いてある。で、上のほこりすぎて、ね、白くなってんの。熟成かかっちゃうから、本当に。そうね。どうですか、クリスマスパーティーとかしたことありますか。うちは小さい頃から結構やってるよ。親戚みんな集まって。結構20人ぐらい親戚で集まってやってたな、ずっと。すげえ。今もやるしね。はい。あの、ガキいたらね。そうだね。やるの、そっちの。そのご当地的な。独特のクリスマスみたいな。いや、別に普通だと思いますよ。砂ご飯とか。いや、砂ご飯は違う。砂ご飯とかで言われとかじゃない。砂ご飯。砂ご飯まで言わないよ、俺。そこまで言わないよ、俺。むってしたけど。砂。いや、砂でも、砂でも。クリスマスやってないの、家では。実家。手巻き寿司みんなでやるみたいな。すき焼きとか、なんかちょっといいやつ食うみたいな。あ、うん、もう仏教徒の家のクリスマスの過ごし方だよね。本当。一応形式だけでもっていう、ね、ちょっとごちそうみたいな感じの、うんうん、そんな感じだったな、確かに。
まあ、あの僕らはかつていい友の準レギュラーでした、うん、その時クリスマス増刊号出た、ね、出たやってやりましたよ、ね、出ました嘘みたいな話だな本当。今考えるとね、準レギュラー僕らとパンサーとウエストランドがね、うん、途中から選ばれて、うん、あの全曜日が出るスペシャル ね、 そうね、クリスマス増刊号スーパースターだらけ、そうでみんなでもなんかモノマネして踊るとか、そうだなんかそういう縛りがあって、縛りじゃねえけど、うん、エグゼル踊ったもんな、エグゼルだっけ、うん、チューチュートレインだ、チューチュートレインをみんなで踊って、それはなんかそれぞれの違うモノマネしてチューチュートレイン踊ったんだっけ、そう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 、それぞれなんかやったわ、うん、アナウンサーとかもいたもんな、武井壮さんとも確かいたね、武井壮さんいたね、一緒に踊って、うん、なんかフジテレビのそうね、で夜中集まってみんなでスタジオでちょっと練習した、そうだむちゃくちゃ売れてんなおい夜中にフジテレビのあのガラスだけのとこが集まってみんなであのね、地下のリハーサル室ね、そうそうそう、うん、やったな、やってたな、ナチ俺めちゃくちゃ好きなんだよこういうの、みんなが知ってる番組の、あすげえそれ出てたんだあのやつを、うん、あんま覚えてないっていうのかっこいいね何やったっけってそうだね、やったわ、そう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 、ウエストランドも出てたんだよな、出てたんだよ、確かに、うん、懐かしい、懐かしいね、で、今回が2018年最後の放送でございます、うん、今年どうですか、どんな今年は、まあ、季節で見ていくと、うん、夏はもう酒井ちゃんはもうカブトムシ、カブトムシだったね、僕はもうずっとカブトムシ追っかけてましたね、カブトムシの記憶しかないですもん本当にカブトムシの立教でカブトムシの香りを感じたんだよね、夏をね感じた、いい俳句が書けそうでしたねそうだね、大陽ちゃんの佳作ぐらいに入りそうだねうん、まあ、平子さんはね、うん、伝説の顔芸驚き人が爆誕しましたけどね、それは俺なんかそっちが勝手に言ってるもんだってさ、あれはね爆誕しましたよ、すごかったですよ、はい、だからちょっと笑ってはいけないに間に合わなかったなっていうのがあるよねあもうちょい早かったらもう向こうさんも見つけるの早いから、うん、もうあの何回も出てくるタイプのポイントポイントで松本さんがしつこいねあいつもうしつこいねもう遠藤さんここやな、ここがましちょっと歩みんな歩いてきて遠目でチラッと見えた時点で、うん、驚き人や松本さんが両手ほっぺでこうつねって笑いとられるで後半のみんなで部屋入った時に机の引き出しの中に松本さんの中に驚き人の写真入っててまたやまたやまたやあるなで、法政さんが自分の引き出しに入ってるの無言で誰かの机の上にそっと置くやつ浜田さんの机の上に置いてもうほんま山ちゃんやめてってあるなもう女は笑うやんつおらんやんけ毎年笑ってはいけないの出た時の妄想しますから、ね、毎年全員が知ってるって、ね、全員が知ってる 俺らあのメンバーが俺たちのことをみんなが知ってるそれで俺の驚き人を連続で出た後にスッと実物の酒井出てきてドーン酒井川かい総集編だろうな、ね、年明けの年明けの俺はでもそんな感じだろ、浜田さんに叩かれた毎回ちなですけど、うん、12月25日はスケートの日だそうです、うん、スケートの日、はい、今日が、うん、1861年のこの日、函館に滞在していたイギリスの探検家、うん、トーマス・ライト・ブラキストンが日本で初めてスケートをしたのが由来だって、がこの日なの、この日みたいですよ、ようクリスマスにぶつけてきたね、トーマス・ライト・ブラキストン将棋あったのかね、勝てるわけないのにね、だからこの日に初めてね、うん、
スケートしたのかもしれないけどさ、うん、有識者がさ、うん、1日ずらしますとか、いや、ね、26にすればいいの、ね、か27かな、そうすると年末に食われちゃうのか、うん、ああそっかね、もうちょい早い段階12月1日とかでもよかったのよ、全然無理だよ、無理か、25は25勝てない、何が来ても勝てないと思う24、25で生まれた子は親ですら誕生日忘れがちって言うからねああそういうもんですか、あ持ってかれちゃう、世間がさ、どんな親友でも忘れちゃうって言うもん、ああそう、あいい度胸してるね、この聞いたことないじゃん、だって、うん、初めて知ったもん俺、スケートの100年以上前に生まれた記念日が初めて聞いたんだよ、すげえな、元旦1月1日とクリスマスどっち強いですかね、12月25日対強さで言うとでしょ、1月1日、うんうんうん、1月1日はでも強いよ、俺だから海外はクリスマス強いのかなって思うけど、うん、海外のカウントダウン、うん、めちゃくちゃすごいじゃん、いやすごい、だからクリスマスはホリデーなんだよね、あで1月1日になるともう祭典になるんだよね、うんうん、だ強さで言うと、うん、結局1日、強さで言うと1日じゃない、なんかで優しさの24日じゃないの、うん、なんか数字の感じやっぱ武装感すごいもん、なんか12月25って1月1日ってもうシンプル、うんうんうん、フリーザの最終形態、そうだ本当だ本当だね、うん、聞かないと思う、何やっても何投げても聞かないと思う、モブキャラがザコメって言って飛び込んでって指先でやられちゃうやつちょっと浮いてますからやっぱそうだね少しだけねで手から出る波動も派手じゃないの、すんげえ細いんだよね貫くからね、全てを貫くからそうだ無理だ、そう考えそうだ1日だね、わかりやすい、今のフリーザーのはわかりやすかったわ第二変形だもんね、12月24日はね、そうだね、どっちかっていうとそうだね、でっかいタイプの角生やして、10月10日の体育の日なんかもなかなか手強いっていう話は聞いてますね、ああ10月10日もなんか意味深い感じ、ね、意味深いですよ、うん、1月1日のお父さんの可能性ありますよ、うわ10月10日の体育の日か意外とだ、意外と意外と意外とっすよ、そっかそっか、 あんま笑わねえタイプ、うん、あだから誘惑で言う比叡みたいな存在なんじゃない、つえめちゃめちゃつえ、フードかぶったちょっと天才感、終わった終わった4月1日なんかそうですよ、エイプリルフールの、あそっかフードかぶった感じっすよそうだ、それもいるしね、へえやられちゃったんだ、じゃあ相手も強いってことだねやばビルの屋上からこう、うんこつらりして。油断禁物。めちゃくちゃ強いじゃん、こいつ。5月5日も絡んできますからね、うわー、1月1日、10月10日の何なんだっていう話ですよ。そっか。どういう関係なんだ、なんかあるよっていうのは言ってましたよね。そうだね。7巻ぐらいまで読まないと関係性分かってこないやつだねそっか、すげえな、やっぱりそう考えると意外と12月24日がパワータイプっていうかね、うん、どしどしもう突進してってやられちゃうっていうか、うんうんうん、そうね、うん、すごい優しいけど、そう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 、力持ちでね、そうそう、力持ちで優しいけど、うん、どっかで肥後の死を遂げちゃう感じはするかな、うん、そうね、いやすごいな、やっぱりそうだね、そう考えるといろいろスマートだもんね、うん、みんな他の記念日、曜日、うん、2月14日はイケメンタイプのやつ、これはもう大変なことだよ、だからお調子者かな、 どうなんですかね、お調子者のイケメンで女の子大好きだけどめっちゃ喧嘩したらちょっついみたいなやつ俺はあのイメージだわ。2月14日はやっぱセントセイヤのネビラチェーンのイメージだわ。ああ。あのね。弟。うん。いるね。俺、サンジかな、サンジみたいな。ああ。お調子者だけど、実はめちゃくちゃ強い。うん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 。あんま読んだことないけどね、ワンピース。多分サンジ。俺もあんま、ね、俺あんま知らないけど。サンジはコックさんの人。コックさんの人。うん。
タイプだったで、俺は2月14日押したくなるね。さあ、違う、あれ二刀流の人。それはゾロ。ゾロ。ああ、三刀流。三刀流？三刀流だからね。え、両手と口に。ああ、そうだ。うわ、これ、ね、ゾロは何月何日だ。ゾロか。ゾロなんだろ。ベースがかかってる。ワンピースベースだよ。さあ、ということでアルカントビース DC ガレージ、本日も最後までお付き合いください。ファクトラリオ。アルカントビース DC ガレージ、アルカンドピースの坂井健太です。平子祐希です、はい、どうなんですか、年末はなんかバタついたりはしてんですか。いやー、でもとんでもないことがちょっと起こってしまいましたっていうのが一つ。あ、そう、はい、大丈夫、大風呂敷。大丈夫大丈夫です。とんでもない、マジでとんでもないこと、うん、この間ね、麻雀やったの。うん、俺と、うん、3年 C 組の、うん、でおなじみの、あ、テレ東の、信長の、うん、篠田、うん、もうちょっと丁寧に言わないと分かんねえと思う。本当の3年 C 組の人かなって思う。青春高校ね、3年 C 組。今干され気味の篠田と。なんかね、そうだそうだ。そう、あと柿本とおなじみ酒井軍団だ。あ、酒井軍団、うん、あとさすらいラビー中田。あ、でっけえやつ、太田プロの若いのでっけえやつ、うん、うん、巨人みたいなでっけえ、あの酒井軍団、あれはだから、ちょっと俺は、平子さんも、ちょっと、ツバつけたいんだろうなと思って、俺ちょっと距離を置いてます。本当？うん。大丈夫そうだよ。もうね、マーちゃんやってみた感じ、うちも大丈夫です。なんで？宙に浮いてます。なんでも受けれるんじゃないな、ゴミため、養成所じゃないな。ただね、ちょっとやっぱ賢だから、うちじゃちょっと扱えないっていう、エリート感すごいから。そっか、ちょっと、毛色が違うよね。そう。で、やつはみんなすごい上手なのよ。みんな麻雀上手で、うんうんうん、で俺役満なんか出したことなかったんだけど、うんうん、あ、すごい上がり方のやつ、そう、一番すごい上がり方、うん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 、じゃあその日初めて、うん、国士無双、ああ、それは聞いたことない、バーン揃って、うん、来たーと思って、もうみんな大騒ぎして、うん、うわ、すげえすげえすげえっていうか、どうやって、うん、もう中連ポートっていうのがあるんですけど、もう役満の一番すごいやつ、うん、これ出したら、もう死ぬって言われてるぐらい。え、もう本当に出ないんですよ。すごい中でもすごいやつが。バーンって出た瞬間、うん、って倒れるぐらいの、もうそんなん出ないよっていうのがあるんだけど。苦情師みたいなことだ。もう。そのちょい下ぐらいの国士無双、俺が。ああ、うん、はいはいはい、はい、うん。全部1と9のマンズ、1と9のソズ、1と9のピンズ、あとトンナンシャペ白髪チューンって全部揃えるっていう。ああ。すごいでしょ、なんか知んないけどすごいやつなんだよね。なかなか出ないんですよ、うんうんうん、初めてダーン出して、うん、よかったっつった、うん、次の曲で、うん、またやり出したら、うんうん、篠田がバーンって上がったら、うん、数アンコウっていうの出したの、うん、ああ、なんか聞いたことあるよ、国士出して、うん、数アンコウを出す連続で、うんうん、役満が2回連続で出るって、うんうんうん、もうね、銀河的な数値、その出現率がもう銀河的、銀河の数値、銀河あの可能性が銀河、その何だろう、数字が宇宙的な規模ってことかな、銀河ってお前すごいことだよ。いやマジでこれ多分ね、ほんと出ないと思います。お前銀河知ってる？俺ね、銀河ね知ってるつもり。あ、そう、びっくりして俺、うん、あれでしょ、なんだろう、天文学的な数値っていう言いたいんだよ。それです。銀河。銀河的って、銀河軍団とかまでわかるけど、銀河。わかんないよね、銀河って言われてもね。宇宙だとちょっと数字でかすぎるんですけど、銀河ぐらいの、とんでもない。時空歪むんじゃねえかっていうぐらいの。どっちか一つでもすごいのに。どっちか一つでもすごいですけど、連続ですからね。みんなよくやってたら、昨日なんかもう6時間麻雀だったよとかいう中でも1回出るか出ないかとか。いや本当そうです、うん、1回出れば、あ、出ればすごいんだ、すごいです、ね、出なく終わることもある、全然あります、そっちの方が多いです。へー、やらないですか、ひょうさん麻雀。俺だからさ、ドラえもんのドンジャラしかでやってたから、子供の頃は。それで例えてもらえると分かるけど、うん、
一番強い役は、うん、もうキャラの全揃い。だドラえもん、すべての牌がドラえもんで来ること。こんなのは、そんなのあるんだ。うん。妹がめちゃくちゃなイカサマして、静香ちゃんで全揃いしただけなのよ。あー。それでもイカサマ、あいつはもうさやかは、ほんとイカサマの女だったから、それでも。イカサマのさやか。ほんで、俺が指摘したら、灰全部ジャラジャラぶん投げて、台無しにして、イカサマのさやか。そんな、ドラえもん全部揃ってすごいっすよ。だから、それが、銀河でしょ？それ銀河。それが銀河。ドラえもんで言う銀河なの。ドラえもん、ドンジャラで言うよね。どんなイカ様なんですか？いや、でも、あの、灰がさ、わーって山積みになってるじゃん。うん、あれが、全部あるから、自動宅じゃないからもちろん。ドラえもん、ドンジャラ。だから、灰をそれで、親になった時に、うん、自分で静香ちゃんの山を作っといて、うわばばばばば、で、自分のとこに全部来るように、うん、この分けて、で、もう、だから一発目からだよ。あ、もうそれは。灰を見て、リーチもクソもなく、最初から、はい、揃った。天皇ですよ。そんなのありえない。またやったって言って、指摘すると、あいつは灰を投げつけるの人に。いや、銀河だな。それは銀河の数値です。そんな、イカサマしなかったら無理ですもんね。そうでしょ。それが、揃ったぐらいの話なの？それくらいすごいです。2回連続は、それくらい。1回告知だけだったら、まあ、ありますけど、うん、連続でスワンコ出すっていうのはすごいですね。で、全静か全スネオが連続できたみたいな。もう、それは、そういうことです。こんなめちゃくちゃすごい。ギャラクシーですよ、ほんと。ドラえもん伸びたとギャラクシー。でも、宇宙結構行ってっからな。やったらどうなんですか？やってました？やってないですよね。やってない、一切。坊や哲也読み込んでるけど。ああ、俺そういうの読んでないから、うん、読んだらもっと楽しいって言いますよ。俺、坊衆さんタイプに。坊衆さん、ね。知らねえけど。もうはい？あ、もうパイ。もうパイのひら。いや、もうパイ結構で、俺できないですけど、できるらしいですよ、あれ。あ、そうなんだ。はい、あ、手にギュッてやってさ、指についたマークを見るとかじゃないの？違います。違うんだ。ちゃんと手に取って見ないで分かるっていう、はいが。今ちょっとやってみようか。今何やるんですか？いやだから、マージャン？俺、まあ何でも。マージャンできんの？やれば何でもできちゃうタイプだから。エアーマージャンのことですか？エアー、まあ、エアーっていう形になるのかな？わかんないけど。はい。うん、一緒でしょ？でもあんなの。ガチャンって出てきました。はい。はい、ごめん。ちょっと揃えさせて。あるけど。そういうの知ってんね。二人でやるってなかなかないんだ。親父さんは？親父さん、親は？俺犯人じゃん。取り調べしてた。おじさん元気か？泣かせにかかってんじゃん。じゃんけんで決めんの？俺。いや、なんとなくこう決まってます。うん。で、ひかこさん親が。うん。これいらねえや。うん。あ、これ捨てちゃう。トン捨てちゃう。あ、ロン。チートイツ、ポン、マンガン、はねはね、親の総取り。親の総取り。ほう。ほうちょっと聞いたことない。ほう全ほう。全ほう死ぬやつこれ。いや、ずるいっすよ。死ぬ？チートイツ持ったんすか？いや、死に、こんなのあったら死にますよ、ほんとに。マンガン。マンガンでも。ない、泣くからな、お前は。いや、俺泣いてないですね、今。そう、だから泣くから、うん、で、今、捨て牌が、鳳凰だったから、はい、それ持って、全鳳凰。言いそうかな、全鳳凰って何ですか？火の鳥の見てないやつの。いや、全鳳凰あんま聞いたことない。火の鳥のやつあるよね。あ、火の鳥っていうか、イースソーズの一番、あの、鳥見てないやつ、ね。そう。あれ4つしかないですよ。そう、全部で。そうそう。でも、今、二人でやってるから、はい、両端の二人いない分は全部俺のところに集まってきて。いや、一人四つじゃないんですよ。一人四つあの方を持ってるわけじゃないんですよ。じゃ、の割合であるんでしょ？灰の中には。いや、宅の中には四つしかないです。そんなこと、だからそれが全部揃ったから死ぬのが。違う。いや、そんなの、ありえないから、やっぱ死にますよ、そんなの。ちょ、もう一回やらせてもらっていいですか？ちょっとリベンジしたいです。そっち親になる？あ、俺親でいいですか？うん、いいよ。ガチャ出てきました、うん、じゃ手積みでやんない？あ、ごめんなさい、うん、じゃあガチャガチャって一回手で混ぜて。全択はね、味がない、はい、で混ぜて、はい、積んで、ごめん、やりたかして。いや、いやに吸わねえじゃんか。
ヤニスはね、はい、俺もジャスト。よし。あー、これ捨てよ。なん。なん。カレー食う？おばちゃん、カレーある？え、あんのよ、カレーとか。カレー。カレーはあんの？うん。運命、カレーが。そう、大盛り。二つ？あ、じゃあ僕も。二つ。はい。いや、カレーあんのよ。いや、いつもビーフでしょ？いや、知らないよ。今日は何？高級なの？え、何の会話じゃん。ちょうだい。二つちょうだい。マイクやってくださいよ。展望。展望タンヤオでピンズ捨て。え、展望をサイコロ振るわ。今サイコロ振るんですか。ゾロ目11ゾロ目だから、うん、ちょっと分かんない、これこれ3つ駒出して1個横に並べます。ポンかな、ポンしたかな、ポンした。サイコロ僕振るんですか、これ。サイコロ今振らないよ。え、なんだサイコロ振るの。じゃあちょとりあえず取ります。あー、いいの来たから、リーチ。よし、トイ。じゃ、なんでリーチのやつ取んのよ。トイって何。トイで取っちゃった。相当リージャン。リージャン、ドラドラタンヤを。え、上がったんすか。ハネマン。え、ハネマン。え、あ、ロン。それもロン。ハネマン、ロンカン。トイツ親の総取りじゃん。また親の総取りじゃん。もうズリーじゃん。逆回り。トイツーチ。ツートイツーチって何それ。ピンズ、オールピンズ。王将、何、え、将棋。東南シャーペー。え、オール東南シャーペー。オール東南シャーペー、すごいっすよ、それ。役満っすよ、そしたら。役満。三つずつ。オールナン。オールナンはないですね。オールナンはありえないです。オールナンピンズ。ナンピンズの、ゾロ目。で、上がってんすか、それ。わかんないですか、上がってる。これはカン。カンしただけですか。カンしただけ。で、一回見せる。一回見せる。見せるんですか。見せろ、挟み込み。何、見せの挟み込みって。何、リャン、餃子、リャン。餃子？いいチャーハン。いいチャーハンってもう。親の。王将だよ。王将じゃん。テイクアウト。いいチャーハンって。親テイクアウト。チャーハン一つみたいな。リャン、二人前の餃子と。イート、このイートイン、親のテイクアウト。何、親のテイクアウトって。死ぬやつ。死ぬよ。死ぬ、それは。聞いたことないやろ、だって。曲行きましょう。お聞きいただいたのはエグザイルアツシでいつか来た道でした。はい、この道かな、この道です。俺なんつったの、いつか来た。もう年内最後の放送のちゃんとしてください。これはこの道です。エグザイルアツシで。うそ、また。いや、これはこの道。ほら、エアマージャンなんかやってるから。ほら、え、変わったんだ。変わってない。前からこれはもうずっとこの道。この道を、うん、あれ、ディレクターさん変わったのかな。いやいや、関係ない。ディレクター変わっても関係ない。なんで？え？ん？なんでって何？レコーディングの時に、俺が喋った時に、どないするみたいな話になって。どないする？何どないする？ちゃんとやりましょう。年内最後。まあ、麻雀で締めたからね。麻雀もエアですから。うん、嘘ばっかだから、メール来てます。ラジオネーム、プールのスイマー大会を知らず。ちょっとね、今年1年を振り返ってみましたということで。ああ、そう。そう。こう、時系列というか、うん、いろんなのね、書いてありますけど。すごい、うん、こいつちゃんと書いてくれてるわ。1月10日、うん、内風呂プロデュースとかね。ん？うん。内風呂プロデュース？内風呂プロデュース。だから年内一発目の、ね、やつですよね。え、これ俺らのこのラジオってこと？そうですね。え、やってないよ。え、内風呂プロデュースってあのね、あったよね。え、あ、そう、本当？え、どこまで覚えてないですかこれ。え、ちょっと待って、これこの番組の振り返りだよねこれね、うん、
ちょっと待って、次のこの1月の、うん、内風呂プロデュースっていうのこれ、何なの？え、なんかスペシャルみたいなのやなかったっけ、なんか。どういうやつだった？俺は全く覚えてない。ケツの、なんか、ケツの、あれ、やってないっけ？ケツ？あ、なるほど、有吉さんのやつだ。そうだ。あ、俺、あれと勘違いしてたわ。スゴロクのやつで、ケツの匂い嗅がせるみたいな、俺は内風呂プロデュースと勘違いしたわ。なんでケツの匂い内風呂って呼ぶの？あ、そっかそっか。旅行の話ですね、だから、有吉さん。そうだそうだ。そうかそうか。そういうことか。なるほど、ね。酒井が言ったやつね。ああ。やってたな。うん、でもさ。うん。有吉さんと旅行、正月旅行行ってね。うん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 。うん、有吉さんが内風呂入ってて。うん、そう、内風呂プロデュースってすげえ言うみたいな。そうだ、連呼してたっていう。そう、今年も旅行あるかどうかな、どうなんだろうなって感じですけど。そうか、うん、俺は地元ちょっと帰るわ。あ、地元帰るんですか、うん、あら。でもさ、それ分かったけどさ、次の、うん、これも1月のやつ、うん、キャプテンクロコダイルって何これ。1月24日キャプテンクロコダイルなんてやったこの番組。キャプテンクロコダイルってなんだっけ。キャプテンクロコダイルって何。やってないよこんなの。いや、なんかの会話の中で出てきたみたいな感じじゃないですか、キャプテンクロコダイル。キャプテンは覚えてるけどクロコダイルは覚えてないな。本当だわ、意外と覚えてないことも。2月のやつなんか覚えてる、これ。唯一の真実は Wi-Fi、 2月14日、ポケット Wi-Fi の話じゃないですか、ね。ああ、それはなんか覚えてる。うん。五所川原コーポレーション社長の一人息子だぞ。何これ。何これ。これ、まだ言ってないだろ。平子さんだよね。俺言ってないよ。平子さんじゃなかったっけ。俺覚えてるもん、言ったこと。と思うよ。何、五所川原コーポレーション社長の一人息子だぞって何。これ分かった。ライフだ。ね。ライフでやったネタだ。ああ、読んだやつか。五所川原コーポレーション人、うん、あった。うん。うん、読んだやつか。うん。そうだ、俺が読んだやつだね、じゃあ。違うかな？そうそうそう。そうだよね。多分そう。あ、いや、わかんないよ。ああ、でも3月14日、マウスピース70万発覚ありましたね。まあ、これは俺のね、うん、俺がしてるやつね。うん、今、最近してます？してるよ。あ、本当ですか？もうちょっとで、ね、もう終わりかけかな。うん、あ、終わりかけ、それもう、なくなるもんなんですか？その、もういらなくなる。ある一定の時期で、もう治ったねってなって、うん、その後なんか夜寝る時だけつけたりとかっていう時期もあるけど、うん、そこ超えたらもう終わりだよ。ああ。1年ぐらいかかっちゃうね、やっぱり、ね。70万したらすげえな、なくなるもんなんだ。チャンサカベースボールクラブのね、3月21日。うん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 。あ、青ズレサイボーグゴリラ。だから、俺は俺が、俺がさ、その、なんで歯並び直してんだって、あの、顎関節がガコガコ言っちゃってからやよっていう話からさ、うんうん、これ誰言ったの、アゴズレサイボーグゴリラって。いや、これもうリスナーですよ、絶対。こんな。リスナーか、これ。これ、リスナーじゃないと多分言わないですよ、こんな、バカみたいなやつ。俺、そうなの？俺、アゴズレサイボーグゴリラなの？絶対違いますよ。違う？アゴしっかり者の最強ライオン。絶対違う、はい、はい、殺す。最低今の。なんで最一番バカにされた。バカにしてた。悲しい俺最後に。やだよ。ああ、そうだそうね、チャンサカベースボールクラブと、だって平子さんの何でしたっけ、高円寺の何、もみじグラタン、高円寺もみじグラタンズね。僕の後輩の草野球チームでね、うん、対決するみたいなね、スペシャルウィークで、ね、やりました、ね、そうだ、高円寺もみじグラタンズの対戦、ね、いや、いつかそれ実現したいけどな、マジで。対戦何で、俺の方実体ないんだよ。だエアーですよ、平子さんエアー得意だから、一人してマウント立って。なんでだよ。いや、あれパイレーツ・オブ・カリビアみたいに幽霊のさ、うわーって出てくる。半透明のやつだったよ。平川さんの時だけ、あの、トンネルズの野球版みたいな、ちゃんと、あれ、アウトとか。ひどいな。ひどい。その名前がもみじグラタンですよ。わけわかんないよ、もう。7月11日。うん。
素手のスナイパー。素手のスナイパーはなんか覚えて、なんか言ってたな。ああ、言ってた言ってた。なんだっけ。あ、あれだ。PUBG だ。PUBG の話で、ね、俺は素手のスナイパーって言って。俺が言ったの？そう、平子さん。違うよ、俺バカにされたんじゃないの？こいつ言われて。武器なんかいらねえって言って、俺は素手で行くって言って、俺は素手のスナイパー。違うよ、誰かに。メールでバカにされたか、お前らに言われたこれはね、平子さん言ってたの、俺覚えてる。言うわけないんだよ、俺素手のスナイパー。なんで素手のスナイパーって。いや、マジで言ってたの？俺は言ってない。これはお前らが言ってない。それが福田が言ったんだよ、こんなのは。いや、違う。俺言わないもん、こんなの。女俺怒る話だもん、自分で言うわけないじゃん。自分で言ってたのに。何素手のスナイパー。知らねえよ。何なんだよ。俺めちゃめちゃ言ってたよ。めちゃめちゃ言ってた。わかんないなあ。9月26日、平子の友達はゾウとギース尾崎。これは覚えてるな。うん。ゾウ、え、ゾウ？ゾウ。ギースの尾関さんが唯一の友達。ゲ、おい、ゾウ。周波数が平子さんの声がさ。それはだからお前らが言ってんだって、それは。いや、これね、平子さん自分で言ってましたよ。俺は言うわけねえじゃん、俺の友達は。声はゾウを呼び寄せることができる。言ってないよ、お前らがメールで言われたんだよ。で、素手のスナイパーなんでしょ？全部お前らだよ、こんなの。俺言うわけないんだから。なんで俺の友達はゾウって。周波数が同じだって言うわけないじゃん、自分で。嫌だよ、こんなの。うわ、これもあった。10月10日の銀竹というぶつ切り専門店の話。え、なんでそっちが行ったの？なんかマグロの築地だっけに、ああ、酒井が行ったっていう話か。そしたら平子さんがなんかそう、銀竹っていうマグロのぶつ切りの専門店がすごい知り合い、顔なじみの、めちゃくちゃ顔なじみの店があるとか言って、酒井が実際に行った店じゃなくて、築地がなくなるって言って、まあ、そう、平子さんがもう妄想で銀竹のマグロのぶつ切りの店が。言ってないよ、俺そんなこと。言ってたっつのこれ。何マグロ、銀、ぶつ切り専門店って何だっけ。なんか店主もすげえ顔なじみなんだよね。でぶつ切りしか出さなくて、ぶつ切りしか出さない店。マグロのぶつ切りと、もうお醤油しか、その一品料理しかない。やっていけねえよ、そんな店。いや、言って500円で食えるっつって。なんでそんな安いんだよ。すんげえ新鮮な、本当に。何で、何500円なんだよ。築地の本当にもう有名な人みたいな。知る人ぞ知るみたいな。言ってない。銀太言ってたよ。俺は言ってない。言ってたっつうの。適当すぎる。うん。で、素手のスナイパーで。言ってねえんだよ。俺は言ってないよ。言ってたよ。素手のスナイパーが、マグロ食いに行った話言ってないよ、俺。ゾウも近寄ってくるって言って。なんでだよ。めちゃくちゃじゃんか。めちゃくちゃだよ。ないないない。あ、すごいね。こうやって文字にしたら分かんないこといっぱいあるな。ね、うん、一貫性がない番組に、うん、本当に。あ、5月9日もね、サイクロン Z 解雇。サイクロン Z さんよくね、この番組に。サイクロン Z の解雇は覚えてます。うん、これ解雇したよ。この間月原で太田プロのライブで、うん、サイクロンさんにやって、うん、本当すいません。本当にいじらしてもらってます。すいません。ああ、そう。え、何かって何も知ってなかったから、いくらいじっても大丈夫です、あいつ。アンテナが弱いね。あいつバカ。本当バカ。聞いてねえから大丈夫。サイクロンは。あいつはさ、本当バカだよね。バカ。本当にバカ。しょうもないんだから。うん、R1 のことしかもう目にない。あ、そう。あの味噌がそれしかない。あ、そういうやつって勝てないよね。勝てない。勝てない。本当に。うん。狙いすぎてるね。本当に。あの年齢でそれが分かってないんだったら本当にダメ。ダメ。本当に。うん、あいつは本当ダメ。先輩だけど。あんなダメなやつ見たことないんだから。ああ。もうこっちになると最近ですね。うん。うん。え？ん？え、10月31日なんだっけ？え？俺これ、俺じゃないか、これは。平子の、内はシベリアンハスキー、ハスキー、外はピューマ。あ、内面はシベリアンハスキーで、うん、そう、見た目はピューマで、うん、で素手のスナイパー。え、これはメールだっけ？で銀竹行って。これはメールでしょ？こんなのもう一番言ってたよ。俺は言ってないよ。言ってたっつーの。なんで意味がわかんない。内はシベリアンハスキーで外はピューマってどういう意味？いやいや、だからメールでバカにされたんでしょ？違うっつ、そんでゾウを呼び寄せるの？めちゃくちゃよ、だから、ほんと。サバンナじゃん。何これ。内面はシベリアンハスキーだって言ってたよ。戦う、こう。
俺が？そう。で、外見はピューマだっつって。俺やっぱだから、アホズレ細胞ゴリラがちょっとねじれていくんだよ、やっぱこいつ。ちょっと、俺が言ったの？はい。もうかわいそうな人ですよ、だからもう。自分でこんな言って。覚えてないっつんだから、それで。かわいそうだよ。アゴズレ細胞ゴリラは外から言われて、うん、俺の内側はシベリアンハスキーで外はピューマだっていうのは自分で言ってる。自分で言ってる。だとしたらめちゃくちゃかわいそうだよ。あ、これは、あ、そこ言ったのかな、うん、うわ、じゃあかわいそうだ。そうだよ。揃えちゃダメだ、これ。言われたやつと言ったやつは。11月7日後ろシティ、明日は入り早いやつね。ああ早く来て、うん、この番組そうそうそう出せよっつって早く来て、うんうん、アピールしたやつね、うん、キャンプできるって言ってたもんな。キャンプの話したもんね。このブースで1週間暮らせるっつってたからな。ああ無理だっつってんのにいろいろねありましたけど、うん、ちょっと来年はね気をつけましょうね。ちょっといろいろ覚えておかないと。ちょっと本当にそう、それダメだね。細かいな、やっぱりこの人たちとかちゃんと調べてる人たちは。ね。五所川原コーポレーションなんか、ほんと覚えてないもんな、だって。なんか言われてね。言われてみないと。7年前ぐらいの話されてるみたいだ。だって4月18日の椎名桔平放送って、何これ。そんなことやってないよ。椎名桔平放送なんてやってないよ。これ作ってんじゃない。ところどころに嘘を混ぜ込んでんじゃないの。あ、4月17日。あ417、シーナ・キッペ。これは平子さんが言ったみたい。言ってないよ、俺は。お前だよ。こんなのお前だよ。シーナ。数字遊びはお前だよ。俺言わないもん、そんなの絶対。シーナ・キッペ。なんなの、シーナ・キッペ放送って。それが、シーナ・キッペなのはわかるけど、シーナ・キッペ放送ってなんだよ。なんなの、シーナ・キッペ放送って。いや面白いな、こうやって振り返ると。ちょっと来年気をつけて、ちょっと覚えとこう、いろいろ。そうだ ね、ちょっと忘れちゃうね、うん。番組ではラジオを聴きのあなたからのメールをお待ちしております。受付メールアドレスはすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。お待ちしております。港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたにアルコアンドピース DC ガレージ。ライフ人生の話、アルコ&ピースの平子祐希です。酒井健太です。このコーナーではラジオの前のあなたが今までどんな人生を歩んできたのか、これからどんな人生を過ごしていきたいか、そんなライフの話を送ってもらっています。このコーナーはスタジオを飛び出し、インドはラージャスタン州の都市ジャイサルメールからお送りしております。はい、紹介していきましょう。山口県ラジオネーム、マイスは坂道発進。おー、たけし来たか。さあ教室に入りなさい。うん、たけしね、今日たけしが先生に呼び出された理由わかる？あ、わかんない。じゃあヒント、たけし夏休みの自由研究何した？うん、そうね、ウーバーワールドの歌詞について調べたんだよね。なんで？たけしこれやってみてなんか分かったことってあった？うん。うん。なるほど、なるほど。今からたけしに言うことは、全部先生の偏見だから、重く受け止めてほしくはないんだけれども、先生ね、それやっても、何にも得るものないと思ってるのね。もちろんね、たけしが頑張って調べたことについては知ってるし、そこに向けて努力したのも分かってる。でもね、その努力って、全く意味がないことだと思うんだ。はっきり言うけど、今後たけしが社会に出たとき、ウーバーワールドの自由研究をしたってことは、クソ以下ほどの役にも立たないよね。あ、勘違いしないでほしいのは、先生怒ってるわけじゃないのよ。うん。むしろ逆で、心配してるのね。こんなに恥ずべきこと、
隠して隠して隠し通して墓場まで持っていかなきゃいけないようなこんな爆弾をこの年齢で抱えてしまったたけしを先生は心配してるの。うん、泣きたくなるよな。うん、でもたけし、ウーバーの歌詞に男は泣いて強くなるみたいなのがあるはずだよ。たけし、強くなんなさい。いいじゃんね。俺はいいと思う。別にね、別に頑張ったんだからきっと。そうだよ。パワーあると。もうちょっとわかんないね。うん。うん、よくわかんない、ね。まあ、止めるは止めるかもしれないけど、ね。事前に知ってたら。続きまして群馬県ラジオネームサラットラムネ。FF 外から突然の DM 失礼します。昨日君がした。やっぱりルカ超可愛いってツイート、あれどういう意味ですか？やっぱりということはずっと昔から応援してたってことですよね。それじゃないならあんな軽い口叩かないでもらえますか。僕はデビュー当時から応援してるものです。当然本人からの認知もありますし、他のファンとは頭一つ抜けてるというか、まあレベルが違う感じなんですわ。グループの人気が増すのはいいけれど、君たちのせいで僕たち子さんがライブとか握手会のチケット取れなくなるのはおかしいですよね。その辺は目をつぶってるのだから、軽々しく可愛いとか言わないでもらえますか。しかも呼び捨てだし、正直キモいと思われてると思いますよ。あの子は多分君みたいな人嫌いだからね。その点僕ら子さんは応援してる歴が違うから、その辺の線引きはしっかりしてできてるのよ。それに君ルカちゃんのことちゃんと理解してるの？誕生日は？好きな映画は？デビュー当時のキャッチフレーズは？好きなパンは？悔しかったら僕たちみたいに歴を重ねることだね。そうすればルカちゃんにも認知もらえると思うよ。まあ応援歴は一生僕たちには追いつけないけどね。わかったかな？ファンのイメージが推しのイメージにもつながるからさ、今後は気をつけてね。まあ、ファンやめても全然いいからね。それじゃあ、丁寧に教えていただきありがとうございます。僕はルカとは同郷で幼馴染です。この前は仲間と一緒に夏休みのバイトでお金を貯めて、島を出て、やっと本人の元に応援に行くことができました。なので、やましい気持ちは何一つなかったのですが、不快に思われたのならすいません。今後は島にあるテレビの前で応援するだけにします。ごめんなさい。いや、大丈夫だよ。全然気にしてないしさ。それよりさ、ルカちゃんって子供の頃どんな子だったのか教えてくれない？あと、可能だったら子供の頃の写真もよろしく頼む。このアカウントにはブロックされており、メッセージを送信することができません。死ぬやつじゃん。これは死ぬやつ。死ぬやつだ。きちいなこれ。すごい。ありえる話だね。これはね、怖い怖い。続きまして、北海道ラジオネーム非常勤パンダ。君はミュータントだね。私の名前はプロフェッサー X。 安心してくれたまえ。私も君と同じミュータントだ。君の名前は？おお、秋山義弘というのか。いい名前だ。ところで秋山、君の能力は何だね？おお、体をぬるぬるさせる能力。なるほど、いい能力だな。ちなみに私は他人の心を読み、記憶を操作するテレパスという能力を持っている。それで君の能力は何だったかな？そうだ、体をぬるぬるさせる能力だね。私の大切な生徒にサイクロップスという男がいる。彼は目から強力な破壊光線を出す能力を持っているんだ。あれ？君の能力は何だったっけか？ああ、体をぬるぬるさせる能力だったね。ああ、そうだそうだ。私の古い友人にウルバリンという男がいてね。彼はどんな怪我も治るヒーリングファクターという能力があるんだ。で、君の能力は何だったかな？ああ、すまん。
ぬるぬるさせる能力だね。OK。じゃあ君は X 面には興味ないだろうから、とりあえず今のまま過ごしてくれたま、え？ X 面に入りたい。ははは。君のジョークは面白いね。うまいジョークが言える能力者だっけ？じゃあまた会おう。あ、握手は遠慮しておくよ。では、さらばだ、秋山。もう、もういいじゃん。もういい、お腹いっぱいなんだから、もういい。だいぶ前にお腹いっぱい。こんなしつこいことない。引き続きあなたの LINE を送ってください。受付メールはすべてご文字で dcg@tbs.co.jp です。懸命にライフと書いて送ってください。教えてください、あなたのライフ。さあ、ということでアルコ&ピース DC ガレージあっという間ですが、そろそろお別れの時間です。平成も終わっとよ。もう終わろうとしてる。まだ言うのこれ。そうです。本当に本当にダメ。そうかわいそう。握手は最後してあげなきゃ。これは良くないね。そうだよ、一番ダメ。うん、手はぬるってないもんね。手はぬるってないんだよ。良くないからね。さあ、2018年最後の放送でしたけれども、最後だった。年末スペシャルらしい放送だった。スペシャルじゃないね。かな。さあ、正月、パツ1名スゴロクっぽい企画やります。まあ、これは恒例企画になるのかな。恒例じゃ恒例ですけど ね、 そうですね。お楽しみにということで、うん、さあ、そして TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から爆笑問題カーボーイでございます。はい、はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子由紀でした。それでは皆様、良いお年を。